皆さん、こんばんは。もうさ、9月に近づいてきてません早いですね、日が経つのもね。私ね、鈴木っていうのが17号にあるのね。そこでもね、車見に行ったことあるなって今思い出したわけ。買う寸前まで行ったのに、なんで買わなかったんだろうって今思ったりしてたのね。なんか ね、タイヤ変えるだけでこんなに見た目違うんだ、みたいなね。やっぱタイヤってすごい大事ですよね。で、あとなん、なんだっけ某、ボーアルフィーさんアルディーさんとかってなんか、高級車の歌ってる、高級ありますよね。あそこ見に行ったとき、白いグランドピアノなんか飾、飾ってあって、買いに行ったのね。あ、見に行ったんですよ。 で前の旦那さんとね「わあーすごい!」なと思ってて「すごいんだねーこんな高いの乗ってみたいけど買えないよね」って。ってやったら早く帰ってもらいたかったからか知らないけどお客様「はいあのあちらにあるのなんかどうでしょうかって?どどれ」って「どれ?」って。 でどんどん奥の方に連れてかれたの。ねで、ずんずんあるときはね、私なんか子供音部なんかしちゃって、そしたらさ、こちらですってかどうでとこ、こちらって言うから、な、なにこれって言たの、アウディでございますって言うの、これがって、はいって、私もびっくりしちゃってね。そしてバカにすんじゃないっつって。 とっとと帰ってきました。では皆さん、おいしいご飯でも食べに行ってくださいね。